人間の骨って何が面白いの？唯一頭に浮かぶのはハロウィン。骨は通常細胞や組織でできた複数の層の下に隠れており、密度が高いだけではなく硬くて目立たないものです。でも実際はどうなのでしょうか？骨は内臓を保護し、体を動かしてくれるだけでなく、脂肪やミネラルを蓄えます。血球はそこで生成されているんです。そしてほとんどの骨組織は硬くないんです。ではでは皆さん、骨の中で冒険してみませんか？その前にまず他の組織のいくつかの層を通過する必要があります。はじめに最大の臓器でもある皮膚の中に入ってみましょう。気をつけて。皮膚は毛包、汗腺、神経終末、そして血管の迷路ですからね。簡単に迷子になってしまいます。皮膚のすぐ下に脂肪の層があります。主な目的は体を温かく保つこと。この層には脂肪が一滴含まれた小さなプラスチック袋があるので、泡の周りを移動するのは少し大変です。障害物を越えたら筋肉の中に到着。繊維が多く長い細胞はいつでも動く準備ができていて、必要な場所に体を運んでくれます。これらの細胞は束を形成することで筋肉が強くなるため、組織の層を移動するのは難易度が高めです。大量の輪ゴムを一気に伸ばすことを想像してみてください。難しいですよね。人間の筋肉の細胞も同じように強いんです。やっと目的地にたどり着きました。目の前には薄くて密度の高い膜があります。これは骨の外側の部分。この層は主にタンパク質で構成された統合組織で作られています。多数の血管が見つかることでしょう。小さい垂直な枝は骨細胞を養うため、骨の奥深くに忍び込みます。枝が非常に小さい通路で並んでいますね。表層の内側は幹細胞で満たされています。これは子供時代に最も忙しく、成長すると落ち着きます。しかし骨が損傷している場合、幹細胞はすぐ行動に移り修理を始めるのです。幸いなことに、あなたの骨はすべて無傷のようです。もし骨折した場合、近くの血管が出血し、怪我の周りに分厚い塊が形成されます。2日ほど経つと、患部は無数の骨を生成する細胞に囲まれるでしょう。それが変化し、異なる種類の細胞に変わり、骨折した部分の両端に新しい骨を作るのです。さて、次は骨の最も硬い部分に移動します。それは滑らかでしっかりした外装です。密度が高いため緻密骨と呼ばれています。この種の骨のおかげで、体の軟組織を含むほぼ全てのものを通過できる X 線は骨の中を通ることができません。そして全体の骨量の 80% を占めているのです。緻密骨には多数の微細な柱が含まれているので、通るのはとても大変です。円柱の中にはさらに多くの骨を生成する細胞があり、真ん中には骨の神経繊維と血管を含む中央管があります。円柱は骨に沿っているので、骨が曲がったり骨折したりするのを防いでくれるんです。この硬い層を通過すると景色が一気に変わります。海綿骨の中にやってきました。スポンジや小さな針が含まれる蜂の巣のような見た目をしていて、緻密骨よりも密度が低く柔軟性があり軽いんです。海綿骨が骨の端にあるのが分かりますね。これは構造が他の骨とは少し異なる腸骨の中にいることを意味します。真ん中にはトンネルのようなものがあり、特殊な物質で満たされた空洞を囲む緻密骨でできています。黄色骨髄と呼ばれていて脂肪が豊富です。では海綿骨に戻りましょう。腸骨の端、椎骨の内側、そして関節の近くにあります。スポンジのような組織には空間があり、血球を生成する赤色骨髄で満たされています。人間の骨を冒険しているうちに、あなたは骨に5つの種類があることを発見。腸骨、幅より長さがあります。例えば太ももや上腕の骨、つま先、指など。扁平骨、薄くて少し曲がっています。
これらの骨の層状はまるでケーキのようです。緻密骨の平行な層の間に界面骨があります。肋骨や頭蓋骨のほとんどは扁平骨です。端骨、キューブのような形をしており、中がスポンジ状で緻密骨の薄い層で構成されています。端骨は手首や足首にあります。手指骨、これらの骨は腱に囲まれています。主な役割は腱を関節から遠ざけること。足、手、そして膝蓋骨を含む膝に多数あります。小麦の粒のように見えるため手指骨と名付けられました。不規則頸骨、形がとても複雑なのでどの種類にも当てはまりません。ほとんどが顔の骨で、一部の頭蓋骨も不規則頸骨から成り立ちます。大人の骨組みには206本の骨が含まれており、各自役割を持っています。興味深いことに、生まれた時の骨の数は約2倍、成長するにつれ小さな骨は融合し大きな骨になります。骨が折れるとその周辺も正しく機能しなくなります。通常骨が完治するまで12週間かかります。体の中にある最も小さな骨は一セントより数十倍も小さいんです。その骨の名前はアブミ骨で、中耳にあります。重さはゴマ2つ分ほどしかありません。我々は10年ごとに新しい骨組みを手に入れます。毎年骨のミネラル含有量の 10% が更新されるんです。平均的な人は毎年100万から300万歩歩きます。そのため骨は非常に弾力がなくてはなりません。そうじゃないと圧力に負けてしまいますからね。最も長くて強い骨は足にあります。大腿骨と呼ばれていて、腰から膝にかけて位置しています。歯は骨格系に含まれていますが、骨として数えられていません。体全体にある骨の半分以上は足と手にあります。他の骨とつながっていない唯一の骨は舌骨です。 V 字型の骨で、舌の付け根にあり、舌をその位置に支えてくれているのです。人類の 1% の人は13個目の肋骨を持って生まれます。骨は白くありません。どちらかというと外側は黄色やピンクがかっていて、中は深い赤色。中や周りに血管があるためこのような色をしているんです。骨折をした時、いてて、新しい骨細胞を生成することで自然と治療されます。ギプスは新しい骨がまっすぐ回復する手助けをしてくれるだけなのです。骨折した時の対処法は昔から知られています。紀元前1600年頃の古代エジプトでは、折れた骨を再調整し天布を包帯として使いました。骨をコントロールすることはできません。骨にくっついている筋肉にどう動きたいのかを伝えることはできますけどね。骨は30歳になると最大密度に達します。人間を含む世界の動物のたった 10% しか脊椎動物はいません。脊椎動物とは骨格系を持っている動物のこと。軟骨と呼ばれる特別な組織が骨を覆い、骨同士の摩擦を防ぐのです。歯を覆うエナメルは骨よりも強いんですよ。下にある繊維は組織と神経を保護してくれます。体の中で最も大きい関節は膝。3つの大きな骨をつなげるくらい大きくなくてはなりません。それは大腿骨、膝蓋骨、そしてすねの骨。中にはあまり動かない、もしくは全く動かない関節があります。例えば歯の間、頭蓋骨の中、そして一組目の肋骨の間など。骨はリン酸カルシウムのようなミネラルを保持します。必要に応じて血流に放出されるのです。最後に、ファニーボーンは骨ではありません。これは肘の内側にある神経のこと。叩くと鋭い刺すような痛みを感じます。神経が通る上腕の骨は英語でヒューマラスと呼ばれていますが、ただ痛いだけで面白くもおかしくもないんです。このオレンジ色の肌の男を見てください。彼がこんな色に見えるのは火星で過ごしていたから。彼を紫外線から守ってくれたのは、人参、さつまいも、ピーマン、トマト、かぼちゃに含まれるカロテノイド。それが含まれる野菜を食べれば食べるほど彼はオレンジ色になるんです。
またこんなに体格が良いのは火星の重力のおかげ。重力が原因で火星では体重の感じ方が違います。火星で大きな体を保ちたければかなりの量を食べなければいけません。例えば地球での体重が68キロの場合、火星では体重が25キロ以下になるでしょう。大食いすることで重力と体重の差を縮めるしかありません。水星では話は全く異なります。日中は真夏のアスファルトよりも暑くなり、夜はエルサの城よりも寒くなります。ここで生き残るには融点の高い金属でなければいけません。私たち普通の人間は文字通り破滅してしまうでしょう。水星は太陽に最も近い惑星ですが、最も熱い惑星は金星です。金星に生命はいるのでしょうか。太陽の邪悪な双子のようなものかもしれません。金星の気温は平均して466度前後。水の沸点や金星の酷暑の中で生き延びることは地球上のほとんどの種にとって大きな挑戦。うだるような暑さに耐えられるのは選ばれた少数のみで、それ以外の人間は春風が吹いたらスターバックスに駆け込んでアイスラテを飲むのを好みます。つまり金星で生き残れるほどの進化を遂げる人類はいないでしょう。そこで成長できる生物はおそらくクマムシと何にでもホットソースをかける変人たちだけ。クマムシって何でしょう。クマムシは極小で愛らしいイモムシのような生き物で、驚くべき耐久性を持っています。熱湯にも海溝の底にも極寒の光のない宇宙空間にも耐えることができるのです。最近クマムシは不運にも月に墜落した宇宙船に搭載され、科学的研究に参加しました。科学者たちはクマムシがその衝撃を生き延びたのではないかと推測しています。この生き物に変身して金星に住みたいと思いますか。地球型惑星はおしまいにしてガス惑星を見ていきましょう。さて土星から来たこの生物を見てみましょう。彼は腕ではなくヒレを持ち、普通の耳の代わりに外耳のない小さな穴を持っています。この巨大ガス惑星の大部分は気温約マイナス140度。昔の彼女のハートよりも冷え切っています。その上を歩くことはできませんが、もし望むなら雪玉や氷の結晶になることができますよ。木星でも似たようなものなので、アザラシになって住むのも悪くないでしょう。少なくとも家賃は払わなくて済みます。海王星と天王星はどうでしょう。海王星や天王星は氷の巨星で表面は硬くありません。映画で見る鋭い爪の生物は、ええ、存在しないんです。海王星も天王星も生命に優しくありません。私は火星でサツマイモを食べることにします。全速力で湖の岸沿いを駆け抜けるバリー。足を止めたら瞬く間に悪夢が襲ってくるということは分かっています。バリーは現在1000匹の蚊に襲われようとしているのです。しかしバリーは心配をする必要はありません。大丈夫ですよバリー、止まってください。蚊は動きが速くありません。速度はおよそ時速 1.6キロ。人間は永遠に走り続けることはできません。ということで無駄な逃走を続けること数時間、バリーはついに足を止めました。汗をかいたので昆虫を寄せつける匂いを発し始めます。小さな蚊一匹がバリーに近づいてきました。バリーの耳元で羽音を立てて汗をかいた首に止まって、ブスッ。蚊は糞と呼ばれる特別な器官で肌を突き破ります。蚊はこの針を使って血液をポンプで吸い出し始めました。すると蚊の唾液がバリーの体内に侵入し、アレルギー反応を起こします。正確に言えばこの反応が起こるのはバリーの免疫系が原因です。免疫系は蚊の唾液を敵とみなして蚊に刺された部位に特別な化学物質を送り込みます。この物質と侵入者の間の戦いによってアレルギー反応が起こるのです。赤み、腫れ、そして一番厄介なかゆみ。バリーは数時間、場合によっては数日間かゆみに悩まされることになるでしょう。かゆみを感じる期間はバリーの体の反応の度合いに左右されます。蚊はバリーの血液でお腹いっぱいになり飛び去っていきました。蚊は楽しくてこんなことをしているのではありません。卵を産むために人間の血が必要なのです。血液中のタンパク質は蚊の生殖活動に不可欠です。卵はこの物質抜きでは成長できません。
血を吸うのはほぼメスの蚊です。オスの蚊は植物や花の蜜を好みます。男は単純ですね。ということでメスの蚊がバリーから飛び去っていきます。大きな蚊の基地がある湖のそばに降り立ちました。蚊はここで卵を産み、水分補給をして日向ぼっこを楽しみます。数万匹はいるでしょうか。全員お腹を空かせています。メスの蚊は他の蚊を引き寄せるバリーの汗の匂いを巣まで持ち帰ってきました。地球上にはおよそ3500種の蚊が存在します。種によっては砂糖、香水、デオドラントを好み、臭い足の匂いが好きだという種もいます。蚊に好まれるかどうかはその日に食べた食品によっても左右されます。キャンディーやチョコをバカ食いしたというあなた、最悪です。蚊はあなたから発せられるほのかな甘い匂いを感じることができます。今日はニンニクや玉ねぎを食べましたか？それなら蚊はあなたにちょっかいを出してこないでしょう。おそらく寄ってこないのは蚊だけではないですが。さて、岸辺にいる蚊たちにとってバリーの汗の匂いは大好物です。全員大興奮で飛び立ち、かわいそうなバリーに向かって移動し始めました。汗をかいていて黒い服を着用している大型のあなた、夕方水辺を歩いているとかなりの確率で蚊に刺されるでしょう。バリーは全ての条件に当てはまっています。最初にたどり着いた蚊たちはバリーの足に止まりました。バリーを刺して血液を吸い始めます。一匹の蚊が吸うことができるのは米一粒の半分の量の血液のみです。ということで大した問題ではありません。しかし数十箇所を噛まれるとなると話は変わってきます。バリーは手で蚊を追い払いますが、蚊はどんどん襲ってきます。蚊は美味しい食事の機会を逃すことはしないでしょう。10、20、50、100匹。バリーの足は蚊で覆われてしまいました。皮膚が腫れ上がり赤くなってきます。バリーは燃えるような感覚を得ました。ダメージを軽減させ敵を追い払おうと免疫系が 100% で稼働しています。しかしバリーの体の防衛系が活発に活動すればするほどバリーの調子は悪くなってくるでしょう。蚊はバリーの手、体に張り付いた T シャツにへばりつきます。蚊の糞は薄い生地なら貫くことが可能です。バリーは逃げ出そうとしますが石につまずいて転んでしまいました。一部の蚊は食事を終えて飛び去り、ただ飯が食えると仲間に知らせに行きました。湖周辺にいた蚊がバリーを味見しようとやってきます。200匹の蚊がバリーの血液を吸っています。300、500、700、900匹、そしてついに1000匹に到達。蚊は力を合わせて現在までに小さなコップ1杯分の血を吸い出しました。しかし最悪なことに蚊たちはまだ血液を吸い続けています。1000匹なら1000回刺されておしまいであるはずですが、もう誰も蚊を止めることはできません。唯一の逃げ道は水でしょう。バリーはかゆみを無視して立ち上がり、湖の岸辺へと走ります。その間にもバリーは10万匹の蚊に襲われてしまいました。すみませんねバリー、こっちも視聴者を楽しませなくてはいけないので。でも大丈夫ですよ、すぐに回復するはずです。どんどん湖が近づいてきました。蚊が目の前を飛び回っているためバリーは道がよく見えません。それでも手を振り回して走り続けるバリー。さて就寝中、窓から蚊が1匹部屋に侵入してくることってありますよね。たったの1匹ですが、キーンという羽音には苛立ちを覚えずにはいられません。サックスが高音を出しているような音です。サックス奏者の皆さん、あしからず。疲れてきたバリーは減速していきました。心臓が激しく鼓動しています。体が疲れてきましたが、引き続きなんとか湖に向かいます。蚊はすでに缶3本分の血液をバリーから吸い出しました。これは深刻な状況です。バリーは発熱して意識が混濁してきました。免疫系が対処できていない証拠です。バリーはもう走ることができません。歩くことすら困難です。次の一歩を踏み出すことがますます辛くなってきました。岸辺まで残りわずか数メートルですが、動けるだけのエネルギーが残っていないためもう関係のないことです。バリーは芝生に腰を下ろして運命を受け入れることにしました。バリーが喪失した血液は大きめのペットボトル1本分、かなりの量ですよね。
人間相手の最大の蚊の攻撃であると言っても過言ではないでしょう。すると土壇場で救済が現れました。近くでカエルが鳴き声を上げたのです。あ、こっちにも数十匹のカエルが岸辺に向かってきました。カエルは槍のように舌を伸ばして蚊を捕まえ始めます。バリーに希望が見えてきました。バリーは最後の力を振り絞って湖へと進みます。水に飛び込み、バシャーン。よかった。冷たい水が体を包み込み、蚊の刺されによる痒みと不快感が軽減されてきました。カエルが蚊をいただく間、バリーは水中で待機します。残りの蚊は逃げていきました。バリーは水から這い上がります。バリーは蚊を捕獲するカエルを眺めながら、このうざい昆虫でも地球には必要な生き物なんだと気づきました。カエルは小さなモンスターたちのおかげで生存することができます。カエル以外にも蚊を食料とする生き物はたくさんいるでしょう。トカゲ、クモ、コウモリ、鳥、カメ、長いリストが作れてしまいそうです。蚊はこれらの生き物たちにとって絶えることのない食料源です。蚊は一組につき200個の卵を産みます。急速に成長しますが、蚊の人生は短命です。ただ蚊が全滅してしまったとしたら、生態系に大きな影響が現れるでしょう。一切の動物種が地球上から消えてしまうかもしれません。バリーを救ってくれたカエルたちも存在しないはずです。カエルがいなければ、ハエなどの他の昆虫の個体数が増加します。コントロールが効かないほど数を増やしていくでしょう。すると他の問題が将棋倒しのように続々と発生します。バリー、蚊を怒ったりしないでください。これが自然というものです。さて、痒みをどうにかした方が良さそうですね。体中蚊に刺された跡だらけで赤くなってしまいました。バリーは体をかき始めますが、痒みは収まりません。かくことは痒みを悪化させるだけです。蚊の唾液が体内に残っている限り、免疫系は戦い続け、バリーは痒みを感じ続けるでしょう。幸い、痒みを和らげてくれるオイルや軟膏は簡単に手に入れることができます。しかし、最も効果的な方法は無視です。別のことで痒みから注意をそらすのです。すると書きたいという気持ちも収まるでしょう。バリーは大量の蚊に刺されましたが、危険な後遺症もなく生き延びました。ただ人によっては蚊に刺されただけで大問題につながる場合もあります。アレルギー体質であるかどうかが大きな要因と言えるでしょう。虫刺されの小さな跡で済む人もいれば、深刻な炎症に悩まされる場合もあります。バリーの場合は結構な腫れが見られましたよね。さて、ご自身を守る最適な方法といえば虫除けスプレーでしょう。事件後、バリーはランニングの前に必ずスプレーをしているため、安心して過ごすことができています。しかし、別の危険が襲ってきたらどうなんでしょうか。例えば大型犬に襲われるとか、なんて冗談ですよ。安心してくださいって、バリー。